落馬事故により10日に逝去した JRA 藤岡浩太騎手、去年35の葬儀が15日、日本中央競馬会、日本騎手クラブ合同葬として滋賀県の立東トレーニングセンター内で営まれ、騎手、調教師、JRA 役員ら関係者約1000人が参列した。合同葬には現役騎手、調教師ら多くの関係者が集まり、 約1000人の参列者のうち半数以上が会場外のモニターを見ながら別れの時を迎えた。652機の強化も全ては会場に入りきらず、入り口周辺をぐるりと取り囲んだ。107人の一般参列者があり、トレン内で基調、喧嘩を行った。これからは点をかけて、吉田理事長が長次。祭壇には半身で腕を組み、 正面を向いた爽やかな笑顔の遺影のほか、父健一氏とのツーショットなど数々の写真も飾られた。遺灰、遺灰、はいはい、に記された戒名は、天章院春恩康喜子寺、天章院春恩高貴子寺。葬儀委員長を務めた JRA 吉田正義理事長は長寺で、戒名に天章院とありますように、これからは天を章、か、けてください。 と個人に語りかけた。藤岡幸太騎手合同葬の主な参列者橋本聖子氏、参議院議員、松本義雄氏、日本馬主協会連合会名誉会長、西川健氏、日本馬主協会連合会会長、竹村健二、立党市長、馬主協会委員、調教師会会員、日本騎手クラブ委員、JRA 役員、職員、